はい、徳島県阿南市教育委員会学校教育課長の村上でございます。本日はよろしくお願いいたします。本市からは、統合困難な地域における教育環境の充実に向けた取り組みとして、分散型小中一貫教育、チェーンスクールを活用した活力ある学校教育の推進について発表をいたします。まず、本市の概要ですが、阿南市は、徳島県の海岸線のほぼ中央、四国の最東端に位置しています。人口は約7万人ですが、私立小学校22校、中学校10校を有し、人口規模に対して学校数が多い現状がございます。阿南市には産業都市、また多様な生物が生息する自然豊かな町など、さまざまな一面がありますが、現在は光の町阿南、野球の街阿南、さらにサップタウン阿南など地域ブランディングの強化を図っています。今回取り組みを紹介する椿泊地区は、阿南市南東部の海辺の町であり、地区には椿小学校、椿泊小学校、椿町中学校の3校がございます。この3校の児童生徒数の推移です。平成元年度には約300名の児童生徒が在籍していましたが、分散型小中一貫教育の取り組みを始めた平成25年度には61名と約5分の1に、今年度は32名とさらに半減しております。このように学校の小規模化が進んでいる状況では、通常、統合による学校教育の維持を検討すべきであると考えますが、本地区には統合が困難な地理的要因がありました。椿泊小学校に至る約2キロメートルの道のりは、小型の自動車がやっと通れるような細くてプランク状の道が続きます。統合になった場合、スクールバスが地区まで入ることができず、通学面の負担を考えると統合は困難な状況でした。このような状況から、学校の統合ではなく、地域の特性を生かした学校間ネットワークの構築、強化を図ることにより、小規模校のメリットを最大限に生かし、デメリットを最小限に抑えて、小規模校を存続、活性化させる分散型小中一貫教育、チェーンスクールに取り組むことになりました。この取り組みは、徳島県教育委員会と鳴門教育大学の共同研究により、新しい教育の形として構想されたものであり、小中一貫教育徳島モデルと言われる取り組みです。徳島モデルには、地理的に分散した小中学校が人的、物的に連携する分散型小中一貫教育チェーンスクールと、同一エリアで学校や保育所等との交流、連携を図る一体型小中一貫教育パッケージスクールの2つの形があります。椿泊地区の3小中学校では、平成25年度より国や県の指定を受け、分散型小中一貫教育チェーンスクールを活用し、地域の教育目標であるふるさとに誇りを持ち、笑顔と元気あふれる椿っ子の育成を目指してまいりました。このチェーンスクールの取り組みでは、地域の教育目標の達成とともに、小規模校を存続させる場合の教育活動の高度化を図ることも目指しています。地域の教育目標達成の面からは、確かな学力、社会性リーダー性、ふるさとを愛する心、判断力、行動力、共助心の育成を、また、教育活動の高度化の面からは、少人数のメリットを生かす、チェーンスクールによるデメリットの削減、経済効率性の重視、地域の教育力の一層の活用を取り組みの柱として研究を進めました。地理的に分散した別々の学校が協働して研究を進め、小中一貫した学校運営を進めていくには、きめ細やかな推進体制を構築することが必要です。そのため、核となる推進会議や全体会議とともに、校長、教頭、教務コーディネーター、教科外の各部会を組織するなど、機能的、機動的な推進体制の構築を図りました。それでは、ここからは取り組みの様子についてご紹介いたします。
まず、確かな学力を育成するための方策として、小・小および小・中の合同学習を実施しています。大きな集団で授業を行うことで、学習形態の多様化やコミュニケーションの活性化を図ることができ、学びに広がりや深まりを持たせることができました。このことが中1ギャップの解消にもつながっています。次に出前授業です。中学校教員がその専門性を生かして小学校で授業を行うだけでなく、小学校教員が中学校で免許外指導を行っている教科の授業も行いました。また、中学生が学んだことを小学生に授業することもあります。出前授業により、限られた人的資源が有効に活用され、児童生徒に質の高い学びを提供することができています。このような合同学習や出前授業の取り組みは非常に有効ですが、移動に時間と経費がかかるというデメリットもあります。それを軽減させる手立てとして、平成27年度よりテレビ会議システムの導入を図りました。このことにより、時間、経費のコストが削減されるとともに、合同学習や出前授業の回数を相当数確保することができました。続いて、社会性、リーダー性の育成を図るための取り組みです。学校行事を3校合同で実施し、異年齢班での活動を取り入れることにより、発達段階に応じたリーダー性の育成を図っています。また、地域の外国人研修生との交流により、グローバルな視点を持たせたり、学校行事と地域行事との一体化を図り、地域の方々と共に活動を行うことにより、地域や社会の一員としての自覚を育んだりしています。合同行事の取り組みにより、業務の効率化による教職員の負担軽減も図られました。次は、ふるさとを愛する心の育成です。椿泊地区には、豊かな自然とその恩恵を受けた産業、そして伝統的な文化がたくさんあります。それらを直接体験させることで、ふるさとを愛する心の育成を図っています。講師には、椿っ子応援団として、さまざまな分野における地域人材が活用されており、地域の持つ教育資源の発掘や地域の教育力の向上につながっています。4つ目は判断力、行動力、共助心の育成についてです。椿泊地区は湾に面しているため、南海トラフ巨大地震が発生した際には、津波による大きな被害が出ることが想定されています。命を守るための判断力、行動力、共助心の育成は地域の最も重要な課題です。また、合同福祉体験を実施し、相手の立場を考えて行動できる実践力の育成も図っています。また、地域の方に学校に足を運んでもらい、チェーンスクールの取り組みを知っていただくためにも、いただくとともに、その良さを味わっていただくため、地域の方々も楽しめる講演や体験教室を実施しました。さまざまなチェーンスクールの取り組みの様子は、各校の学校だよりによる家庭への配信だけでなく、年6回のチェーンスクール通信や、市の広報誌によって地域、そして市全体に広く周知されています。このようなチェーンスクールの取り組みによる一番の成果は、さまざまなつながりが生まれ、学校の活性化が図られたということです。そして、学校が活性化することにより、地域の学校教育への期待が高まり、その期待が地域の活性化への期待の光となって、さらなるつながりを生み出し、結果、学校教育に還元されていくという好循環を生み出しているということです。さらに、平成28年度からは、チェーンスクールの取り組みに保育所との連携を加え、学びの架け橋プロジェクトとして、子どもたちの15年間の育ちと学びを見通した、保・小・中の連続性のある保育・教育の在り方についての研究を進めています。学びの架け橋プロジェクトでは、子どもの育ちを滑らかにつなぐためのアプローチカリキュラムやスタートカリキュラムの作成、接続期に育てたい力や保・小の互恵性を大切にした持続可能な交流活動、資質向上につながる教員間の交流、
物的資源の有効活用を図るための施設、用具等の共有などに取り組んでいます。今まで述べてきたチェーンスクールや学びの架け橋の取り組みは、教職員の入れ替わりや児童生徒数のさらなる減少など、さまざまな課題を乗り越えながら現在も継続されています。令和2年度においては、一斉休校時の合同行事等が中止されたものの、学校が再開されて間もない6月初旬には、小中一貫教育テレビ会議を行い、9月以降はさまざまな取り組みを継続させることができました。中でも、中学生の発案による取り組みが実施できたことは、チェーンスクールの取り組みが定着し、児童生徒の主体性が育ってきていることを表しています。今年度においては、一人一台端末を活用した遠隔授業等の推進や、次年度から導入予定の小中連携型コミュニティスクールについての準備を進めているところです。また、これまでは交流活動を中心に据え、横のつながりを意識して各校の教育活動を計画してきたところですが、今後はさらに縦のつながりを意識し、小中一貫教育の核となる9年間を見通した教育課程の編成についても研究を進めていく予定です。しかしながら、厳しい現実も見えてきています。阿南市全体の児童生徒数は、5年後には約4600名と、今年度比で1割以上の減少、その後もさらなる減少が見込まれています。そのため、教育委員会では、平成30年度より、阿南市全体の再編統合を視野に入れた検討・協議をスタートさせています。ただし、実際に再編統合が行われるまでは、それなりの年数を要します。その間、このチェーンスクールの取り組みを継続、発展、普及させながら、市内小規模校の活性化を図り、その特性を生かした魅力ある学校づくりを推進していかなければならないと考えているところでございます。発表は以上です。どうもご清聴ありがとうございました。